ども地球サミット2013広報番組始まりました。イエーイ。ほのかです。まやです。りやです。よろしくお願いします。なんかちょっとパフューみたいな。ちょっとほのかです。今ちょうど3人でパフューです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。バカにしてるよね。いけない、いけない。何を言っとるの。今日は久しぶりにね、前来てます。前来てください。はい、今日は模擬試験でした。もうやどうですか。ダメでした。まあ、とりあえずでもまあまあ前回より全員上がったということでな。お、それはそれはいいことじゃない。そう、上がったんだって。お母さんいた。誰。リナ。リナの母ちゃん。違う。リナがお母さんみたいだってこと。ああ、そういうこと。神の声が聞こえております。まずは今日はじゃあゲストもいるんで、先に今日はボスちゃん、ボスちゃんボス呼ぼうか。ボスちゃん、はい、やろ。ちょっと待った、カメラワーク。どうだっけ、スーパーゲスト。ちょっと待って、ね、待って、なるほど、スーパーゲスト。こう、そうそうそう、ボスちゃん。はい、オッケー。ボスちゃん、はい、どうぞ。はい、行きましょう。はい、大丈夫です。せーの、スーパーゲストボスちゃんです。ステムでしくデンって言う。これ効果を入れたかったね、今のデンとか。はい、ボスです。ジャスラン、こんばんはとかさ。こんばんは。まあ、キャラいいよね。あ、ザカさん、アーカイブありがとうございます。アーカイブありがとうございます。大丈夫です。パーチ。ね、最近はこれこうやって止めるのが早いの。見て、あ、もうログインできないよ。グイ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 です。もうログインできないから、もう今日は私ちょっとつぶやけません。皆さん、なんでやってんの。なんかうまくできないから、もういい。貸して。あ、ももりん、こんばんは。だって貸してっつってもさ、こんばんは。なんで誰。なんかここでちゃんとパスワードも合ってると思うんだけど。合ってて間違えてるんだな。絶対合ってるって何回も確認した。伊藤さんのこっち、あ、よく考えたら。そうだよ、伊藤さん使えばいいんじゃん。あ、バッテリーがなくなった。タイミング悪い。最悪。とかして。久米田さん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これからもちょっと長い付き合いになると思うんで、よろしくお願いします。ケオドさん、こんばんは。こんばんは。あ、ちょっとこんばんは。まあ、こんな感じですかね。あ、まあ、今のミキちゃん。サーブの後でいいんじゃない。はい、どうぞ。ミキちゃん、こんばんは。あ、ミキだ。あ、みきちゃん、頑張ってください。頑張ってください。え、何頑張るの。ん、何を。え、何を。お仕事だよ、そりゃ。そりゃ、いやいや、もう今は冬なのに春が来てる。あ、わかった、わかった。あ、わかっちゃった。みきちゃん、頑張ってください。頑張ってください。期待してます。期待してます。うん、うん、あの、呼んでね。もし、うまいこと言ったらその時は呼んでね。呼んでね。行くからね。もう自分は呼んでね。呼ばれてないけど行くからね。行くからね。あー、これはもうバレちゃいました。あ、すごい、上がってます、上がってます。年の差なんて関係ないからね。これはちょっと、ちょっといけないかな。これめちゃくちゃだな。すごい、でも。おー。わー、え、すげー上がってる。こうやって上がってます、こうやって。おー、すげえ、いいね。はい、うお、救急。やばいな。そういう、はい、おめでたいネタは上がりますね。じゃあ、まずは今日の流れをディナちゃんからお仕事きました。えウィッス、ですね、今日今、あ、あ、よ、ミナミだよこれ。モモリン、ヤッホーヤッホーヤッホー。さっき言ったよね。ね、はい、何がモモリン。モモリン言ったよ、最後。うん、本当に。今日じゃあ、はい、まず、あの、流れを。あ、ごめん、京都さんがね、なんか資格を取得したってよ。どうしたの。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。そのこういうもしうまくいったら呼んでね。どこにって。どこにって。はい、なんかこれでやってもいいな。じゃあ、今日は流れば、うん、まずは今日は前の曲から歌特集な、いろんな歌やろうってことだな。そうそう、
やりますアタックしてた。オープニングはどうしてもほのかが歌いたいと。ちょっとねたまにこれちょっとねまあギターをちょっと最近あんま練習してないけど簡単なコードのねこれかほのかのです。林さんからのプレゼントです。リンとしてしぐれですです。3,4,5 でもねそれね前ねほのかはい中華でもねって言いながら何分も落とすアップしよう、アップしよう。何の意味もない。これがほのかの片身です。片身片身死んでる出ました片身死んでる死んでる。さっきあっちも片身言った人じゃあでこの後歌散歩でじゃあいつものパターンで。はい。行くからね。行くからね。あら、年の差関係ないからね。はい、美術館でデートしてんの。見ちゃったからね。今日のニュースしか知ってた。行くぜ。行くぜ。ハッピーバースデー。全然映ってないじゃない。ボスの方か。ちょっとこっち借りようか。やだ。じゃあ、なに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 。じゃあ、バーディー。サプライズ。わあ、私は当たった。知らない。これ超うまそう。大成功。見て。大成功。ありがとうございます。ちょっと見てちょっとゴージャスだよ。美味しそう。だから私は食器を片付けた。そう。ああそういうこと。そういうこと。リラに行かないように。ナイスナイスボスナイスボス。今日は紳士的だね。しかもバレずにやった。さすが。あ分かんなかった。ボス優しいなと思いながら。はいじゃあまず。ミナ、ね、ちゃん。はい、さまずだって出そう。おめでとう。ありがとう。はい。呼んでねすげーすごい上がってる。ブルルルルル。何歳になりました？14歳です。ほのかにしよう。好き嫌いないよね。えほのかちゃん何歳？ほのかちゃん14、15。まやちゃん何歳？まやちゃん14。あ、同い年だよ。悩みイエーイ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 いいもんいいもん一人だけ年食ってでもいいもん先輩だもん。年の差なんて関係ないからね。関係ないからね。リコが言ったフレッシュに。おめでとうございます。おめでとうだってみんな。リナに回してください。はいリナちゃん。おめでとう。ありがとうございます。うわ生クリームだ。リナはおめでとうだって。じゃああれでしょ。生クリーム食べ過ぎて気持ち悪くなっちゃうでしょ。なるねいつも。なるけど食べちゃうからねえ。何今日はねえねえねえ、はい、今やちゃんだからねえ。やったじゃあ食べてる間はこう黙らない黙らないように放送事故にならないように大丈夫ですよ。そろそろ成長しました。前これ分かってるのにお前俺こいつ晩飯よく食うけど大丈夫かなと思いながらこれ考えてボスちゃんだから考えて食ったらいいのにって。別腹別腹別腹だって。食べていいの。いやいいよ。いただきます。あ、いただきますよ。先輩優しいじゃん。さすが気使える先輩になったもんねえ。それと勉強できるとは違うもんねえ。よし、はい、はい、ありがとうございます。先にいただきましたった。痛い柱にぶつけちゃったもんねえ。そろそろ飽きてきた。いや飽きてないもん。こっちは飽きてないけど、ね、向こうのお客さんは飽きてる。飽きてるねえ。いい加減鬱陶しいって突っ込んでる。ごめんね思ったねえ。うまそうじゃない。そうだよ。はいこういうやつでちょっとアップで。おいしそう。おいしそう。おいしそう。向こうに。じゃあ。じゃあ、りなちゃん。改めておめでとう。おめでとういただきます。おめでとういただきます。はい、食べ
はい、ちゃんとレポートしてよ、ほのこれレポート。わおわお。あ、ローラが、な、ローラが食べたら、うわ、すごく冷たくてプリプリですごく美味しい。でも何味か全然わからない。 OK。 うまくなったね、なんか。わかるよ。ありがとう。桃好きでもこの中多分桃これスイカの味がする。スイカゼリー、スイカゼリースイカの味がする。いちご、スイカ、いちごじゃない、いちごじゃない、色もスイカっぽい。おいしい、おいしいね。うん、あ、おいしい。ありがとうございます。ちょっとゴージャスだな、これ。桃入ってると思う。これなんだ、桃、なんだっけ、なんだよね。今日は番組の終わったら、お風呂入って、ね、今日のテストの結果、さ、ずっと頭からやってるから。いいです、いいです、やんなくて。あ、ほか。遠慮しときます。あ、ほか。頑張ってください。さあ。遠慮は大事で。じゃあ、食べてる間にウバサンプ行っちゃおうか。そうじゃないとな、時間は。どうだっけ、VTR。ちょっと待ってね。VTR。ちょっと待ってね。場所さんさんのビールくださった。場所は、はい、りなちゃん、お願いします。はい、まず、ウパ散歩とはから。あ、そうです。ウパ散歩とは、はい、子供地球サミットが行われている、ここ長野県のいいところを紹介するために、はい、清水製作チーフが、はい、散歩をして、世界中の皆さんにお届けするというコーナーになっています。イエーイ、イエはいはは、いはいはい、準備 OK。 はいはい、はい、では行きましょう。あすみ、あすみ一回やるかね、一緒に、うん、VTR。そう手足りる。じゃあ今日食事の時はネタだったらドラえもんって言って、ドラえもん。まあボスのギャラだな。行きましょう。はい、ボス手伸ばせ、思いっきり。R が O に長いようにな。OK。 はい、はい、いきます、せーの、 VTR スタート。ボスにある無料寺というところに来ています。見てください、ここで箕面町が一望できます。山の方にあるため、下界というんですかね、が見下ろせます。そしてこの道中、このように、灯籠でしょうかね、いいものが立っています。とても立派なお寺ですよ。ここには、阿弥陀如来像が祀られているそうです。お、こちらには広報大使修行僧、立派ですね。そしてはそれでは境内の中を入ってみましょう。あ、そしてこちらには、地母観音でしょうかね、優しい顔してます、観音様。はい、そしてこちらは、あ、なんか立派ですね、なんかお地蔵様、いろんな神様や、お坊さんの像が見守る中、この塔が立っています。これが町指定有形文化財と書いてありますね。この辺りは、いろんな有形文化財が祀られていますね。そしてこちらの方は釣り鐘ですね。ここはアジュアの鐘が鳴るんでしょうか。で、名木1位という
ということで、僕の方に丸くそびえ立っていますが、なんと下の向きは、1本ですね。このように枝分かれしています。こちらも箕輪町の保存樹木無料寺の市ということで、どうやら有名なんですね。そして境内の中はすごく綺麗に整備されています。お、こんな長野県で三重の塔が見れるとは、わかりますか。1、2、3、さすが。どうやら記念の三重の塔で作られたようですね。立派な、神様も祀られています。素晴らしい。この辺今の時期は金木犀の香りがとてもいい香りで、この辺漂っています。そして、この駐車場に来るとこのように街が綺麗に見えます。見えますか。あ、もう色づいてますね。紅葉ももうそろそろですね。今見て回った、三重の塔、そして一位ですね。お、なんか UFO 型になってますね、遠くから見ると。素晴らしい。綺麗に整えられたあのこの庭の中散策するのも結構面白いかもしれないですよ。そしてこちら側から見る釣り鐘ですね。参道があったんですね。これは大変失礼しました。そして、阿弥陀如来像はこの下ちょうど、あちらの赤い壁の、ところに祀られているようですね。そしてお、面白いこう噴水が、噴水から水が出てます。いい雰囲気ですね。こちらも、もっともっと秋が深まってくると紅葉するんでしょうね。それでは今日は、こちら箕輪町の無料寺からお届けしました。ぜひ長野県にお立ち寄りの際はここを歩いてみてはいかがでしょうか。それではアズリナーバイビー。アズリナーバイビー。はい、はい、今日は神社でした。神社神社、神社会える、言ってなかったよね、はい、これ。みんなこんばんは。神社ないわ、無料寺でした。なに、清田さんも誕生日だって。本当、9月。あ、返事来ないんだ。9月1だろうね。さっきの、ね、情報処理の3級だって。情報処理3級、なんか難しそうだね。うん、難しいよ。すごい、情報処理多分分かってないよね。はい、VTR 中にですね、はい、みちもさんこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。かずまさんこんばんは。こんばんは。ナナは言ったかな。言ってあげて。ナナ、ナナセちゃんこんばんは。こんばんは。はい。この南の目の竹のアイコンっていうのすごくいいね。どれ。目だけ上。ずるいっていうアイコン。目だけ上。ここから下が。はい、はい、じゃあ、次はボスが来ている理由っていうかね、毎年恒例の老人ホームで、ボランティア公演やるんだよね。それに今回はなんと、上手にいるボスが通常糸さんがやってる仕事だね。演出とか構成
今回はボスに、やってもらってます。いえ、でボスから今日アイデアが出てきたんだよね。それちょっとじゃあボスから発表してもらおうかな。まあ今まだ第1項って言ってな、ついこの間から始まったところだもんね。あのニュースやんないんですか？ニュース先にやりたいです。お待ち間違えますか？伊藤さんがどんどん進めてっちゃう。すいません、どうぞ。ごめん、今回のニュース、はい、ニュースというか、まあね、これ名前、コーナーの名前をこの方が考えようって言った、前な、これニュースを今世界のニュースを今ディナが1週間で気になった世界のニュースやってるので、子ども地球サミットってやっぱり結局いろんな今を語るじゃん。だから今一番世界で一番みんなが気になってることを台本にも来年したいなと思うことで、このコーナーから実はテーマを決めたいなと、舞台の。でそれを今ディナにやらせてる。はい、どうぞ。こんいいよ、なんかほのかどうぞ。え、だから名前何にしようかな。あ、考えてた。うん、はい、どうぞ。今週はですね、はい、Facebook は皆さんやってますでしょうか？はい、 Facebook、 あ、ここはあ、リナもやってるし、ほのかもやってる。やってますね、うん、はい、ぜひあのいいねしてくださいてか、はい、私そんなにやってないけど、うん、あはは、うん、過去1ヶ月間に Facebook を利用した人が10億人に達したそうです。1ヶ月の利用者が1億人に達したのは、はい、平成8年8月、うん、間違えた、どうだろうあ、いいんだ、平成8年8月、うん、4年余りで10倍になりました。すごいね。いいねができたのが平成1ヶ月間でってこと？1ヶ月間で10億人。これさ、文がおかしいと思った私、うん、過去1ヶ月間に Facebook を利用した人が10億人に達したそうです、うん、これ1年じゃない？いや、1ヶ月だってさ、その後に1ヶ月の利用者が1億人に達したのは、1ヶ月の利用者が1億人に達したのに4年かかった。分かった分かった、うん、OK、はい、いや、ごめんなさい。どうぞ。いいねができたのが平成9年2月以来、うん、1兆1300回使われました。1兆？1兆っていくら、ま、1兆いくらって別に値段の話してないけど1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆。え、すげえ、超金持ちじゃん。金の話じゃない。金じゃないよ。別にボス、今金のこと、金のこと一切言ってねえよ。青か。まあそんだけだから利用者がいる。すごいですね。びっくりだ。一番いい使い方っていうのが、まず去年かな、エジプトの35年続いた政権が、ムバルト政権が壊れたわけ。国民の力でみんながフェイスブックで初めて国が動いちゃった。自由を国民が勝ち取った。それは全員がフェイスブック、フェイスブックだね。で今回震災があった後にフェイスブックの会長が日本に来た時に、日本の総理大臣がわざわざ首相官邸に呼んで、フェイスブックの会長に日本の総理大臣が頭下げた。ありがとうございました。そう、震災の時にすごくテレビとか新聞とかじゃなくて、フェイスブックとかツイッターとかソーシャルメディアのおかげでたくさんの命が救われたから、国の総理大臣が国民を代表してお礼を言った。フェイスブックの会長になった。すごいことだな。だから一つの新しい、まあ、時代の1兆人が関わったっていうのもすごいよね。すごいですね。一兆、うん、だから威力とか戦争とかいろんな武器っていうかいろんな力がある時に、良きも悪きも、今日前の母ちゃんとちょっと話してたんだけど、こういうものってさ、良いも悪いも使い方ってあるじゃん。悪いことで使うと思えば悪いことにもなるし、何でも止めれないよね、世の中の動きとして。でも大切なのは使い方だね。だからどうやってな、それをさて政権が壊れるぐらいにな、みんなが自由を勝ち取れるぐらいに使うっていう使い方もあるだろうしな。命、電話もね、テレビも通じない時にね、ソーシャルメディアでつぶやいたおかげで命が助かった人はいっぱいいるわけだもんな、被災地に。それはその人たちは感謝するのは当たり前だしな。
まあディナーでもね、確かに来年もしかしたらこのニュースっていうのは、今ディナーが読んだニュースはすごいかもわかんないね。昨日スティーブ・ジョブズの、まあアップルの会長の、まあ会長というか作った人の1年1回期1、もうそうなんだよ、もう1年だよ、早っ。そうなの、で昨日井戸さんはフェイスブックにつぶやいたんだけど、アップルのトップページがさ、バーンとスティーブ・ジョブズの映像に変わってるわけ。ずっと生きてきた奇跡の、もう感動した。そういうセンスがすごいなと思って、みんなでな、へ、うん、そうだよ、もう1年だよ。んどうした、たあ、ヤシだ、こんばんは。ヤシ覚えてる、こんばんは。ヒナは覚えてるかな、マヤ知ってる、うちも覚えてる、あ、マヤ知ってるね、マヤ知ってるもんね、ヤシ、みんな知ってますよ、知ってる、知ってますよ、はい。今ね、いろいろ頑張って病気を克服しようと頑張ってるんだよ、お久しぶりです、はい。してる、うん、私もう一個気になったっていうか、すごいすごいなっていうか、そうなんだって思ったんですけど、 iPhone5 って今出て、伊藤さん持ってるじゃないですか。で それが分解して調べたところ、 50% 以上の部品が日本製だと分かりました。おお、すごいね。だからそういう技術は日本の誇れることだよね、うん、すごい、それ嬉しいね。コンデンサトランジスタ、うん、液晶パネル、カメラの画像センサー、充電池など、うん、俺さ、知ってた？あともう一個、 LINE ってみんな知ってるじゃん、うんうん、LINE が昨日かな、総理大臣の首相官邸の情報が LINE に送られてくることだった。へー、だからもう総理大臣のが LINE、 首相官邸って災害のこととか、ほら、すごい、うん、昨日いろんな問題が起こったり、今ここでなんか災害が起こった時にすごいの、いろんなことを全部首相官邸から送りますって公式だよ、っていう。もうだからね、総理大臣は LINE 使ってるのに、なんか文句言われる、あでしょ、昨日ねニュースで来た伊藤さんと、もうすごい話題になってる。でもっと分かりやすく言うと、もう自治体で武雄市とかさ、いろんなやっぱり村長とか町長とか市長とかがちゃんと分かってるところはさ、ラインをどんどん今自治体の報告を中学生とかに伝えるのにみんながやってるんだったら、そこで教えた方が分かりやすいじゃん、うん、って言ってやってるとこも出てきたよ、教育委員会。そうだからやっぱりね、それが何か、まあ、問題なのっていうぐらいに、やっぱりどっちしろ使い方だと思う、伊藤さんも結局はね、結構友達と、うん、うちやり始めようと思ってるんだけどっていう子がいて、うん、で私もやってるよって、結構私フェイスブック自分ぐらいしかやってないと思ってて、で結構やってる人ちょっといたんで、うん、ああと思いました。いるよね。でさ、 LINE さ、友達がやろうと思ったんだけど、なんかすごい個人情報が漏れるの怖いから、うん、ぶっちゃけどうしようと思ってるとか言って、それどうなんですかね。もうそれも答えを出てて、もう今どんなこと、例えばさ、分かりやすく言うと、幼稚園でな、運動会がありました、いろんなお父さんがさビデオ撮ってるじゃん、そのお父さん全員に YouTube で上げたらうちの子供も映ってるからダメですよって全員言ってもらえるかって言ったら、言って回れない、回れないよね、うん、でもみんなが上げてる。大切なのはそのセキュリティ、自分に被害があるなと思った時はどうやったら止めれるかとかいうことは当然分かんなきゃいけないよね。でもそれはもうね、ほのか止めれないね、個人情報とかいうのも。結局陸前高田であったじゃん、ある女の子がさ、両親も全部いなくなった子が、あ、両親じゃない、引き取られてったわけよ、いろんなところに、うん、そしたら親戚たらい回しにされてお金だけ取られてで帰ってきた子は、ある人が、おばあさんが、誰なんだその子教えろ、いや個人情報だから言えません、言え、わうちらがその子を育ててあげなきゃ、助けてあげなきゃ、それもあるよな。だいろんなものの見方が絶えずいろんな時にある。今でも原発の賛成も反対も、でも大切なのは全部それをな、本当にちゃんと受け止めながら、どうやっていい方向にな、みんなで導くかってことの方がすごく大切だよね。だからネガティブに危ないっていう意見を出そうと思ったら、もっともっといっぱいあるね、危ない危ない、耳元でさ、個人情報だから気をつけな、だから言ったらもうみんなそっち側になるよな。でも命、逆にいい方向のことをちゃんと大きく言えば
そっち側になるじゃん。世の中どれいつでもそんなもんだと思う。だから大切なのは使い方とか。だって事実、うん、嘘でもなんでもない。昨日ニュースだよ、思想官邸がやり始めてるので、絶えずいろんなニュースとか災害があった時もこれで流しますって言ってくれてる。じゃあ LINE も、うん、書いてるよ。じゃあすごい、じゃあ登録しよう。そう、思想官邸から災害があった時 LINE を通じて、で LINE がだってもう今すごくみんながやってるってことを思想官邸が分かったわけだよね。だから出たわけでね。あと携帯小説っていうのも2つかな、今日ニュースで来てたね。なあ、びっくりした。テストで小説が無料で発売するやつなんだけれども、 LINE に携帯小説が入ってくる。すごい。そう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 、なんかだよね、うん、感動しちゃった。月曜日、火曜日、水曜日なあ、あれちょっとなあ、俺あんまり縦書きしか糸さんって読まないから、小説、あの iPad でもな。だから横書きのあの初めてちょっと見たんだけど、ああでも今時の子ってこういうのも慣れてるんだなとは思った。俺はすごい読みにくいけど、横読みやすいよ、うん、読みやすい。なあ、やっぱり時代だと思う。でそれは井戸さんの時代とは違うんだよな。確かにお前らにとったらもう横書きは縦だとさ、同じところ何回も読んじゃったりする。あ、でもそれはちょっとわかる。でもね、テストはそれ、そっち側だから頼むで。じゃあ大丈夫。OK。あっち線引きながらやって。まあ、ディナでもさ、うん、面白いな、こうやってニュースのやつだな、こうなったらみんなで、ね、うん、はい、やっていこう。いいですか、今週はこんな感じで。いいですか、はい。じゃあ、あとこコーナー名、ディナ、コーナー名考えよう、コーナー名。時間が、今日はね、伊藤さん。よっしゃ、伊藤さん。題名、マヤが考えた。言うといいよ、何。やだー、やだ。どうせ多分、すっごく大体予想できるけど、じゃあ、いやです。言うや。嫌です。ほどか、じゃあほどか言う、せーの。出ました、前の声だけでいい。あ、でもいいよ、顔はやんなくていい。じゃあせーの、世界まるごとニュースラーンド。世界まるごと何、世界まるごとニュースラーン。一応一瞬考えた。今ちょっと照れとる。世界まるごとニュースランド、ランニュースランド、ニュースランド。ああ、なるほどね、ランドね、うん、ランド、ど、うん、なるほど。全然悪くないか。ニュースランド、うん、超普通で、普通面白くない。自分で今だいたい前分かりやすいよな、今の受けはちょっと違うなって。世界に丸ごと、いやじゃないの、うん、お菓子の作りじゃ、いつもリナちゃんのリナ、リナにかけたよね。ああ、リナにのままにかけて。まあ、いいね、D ね。キャッカー、キャッカー。ちゃんと考えよう、ちゃんと考えよう。次行きましょう。はい、次行こう。はい、もう次行っちゃう。今日はい、ボス、じゃあボスが考えてる構成だけちょっと説明だけしてもらおうかな。はい。今、現状。お願いします。現状。はい、どうぞ、いいよ、カメラに向かって。まず、はい、え、どうしたらいいの、これは。いや、どういう自分で考えてる、あ、どういうふうに今考えてる順番だ、構成とか考えてないんですけど、まだな、順番考えてないんですけど、とりあえず、あの、今、うん、はい、あの、確認取れた人だけ、うん、ちょっといいよ、言えばいいんですよね。いいよ。まず、手のひらを太陽にを、まゆみちゃん、うん、で、うさぎとカメをまだ決めてないんですけど、とりあえず3人だっけ、うさぎとカメって、うん、もしカメをか、2人じゃない、うさぎ役とカメ役を作って、あ、そうだそうだ、で、やって、はい、で、おぼろ好きはね、リナナが柴崎コーバージョンを歌うと、で、大きな国の木の下絵を全員で、去年の振りを繰り越しで、あれ採用なんだね。で、工場の月が、ほのかちゃんが工場の月を何人か真似します。はい、はい、はい、さっちゃんが、うん、まあ、やります。これ明日、ボスがさ、客席降りてって、おじいちゃんおばあちゃんの名前を聞いて、え、さっちゃん、じゃあさっちゃんの歌を歌いながら、そうそう、で、降りていくのを誰か、で、みんなで、そう、降りてってもらって、好きな食べ物と米三郎じゃ、名前を聞いてもらって、桜餅、五平餅、二
たちゃうんじゃい桜餅、五平餅がだーい言いにくいわ。サブローさんはね、サブローちゃんはね、五平餅、サブローちゃんがだーいすで、小さい秋見つけたが、アンジとリサとライン。あ、いいね、いいね、はい、いいね。どんぐりコロコロ、全員で全然いいなんだ。どんぐりコロコロ、どんぐりコロコロって、お前が転が、遊びが、ボスが転がってる。え、あれボスどっか行っちゃったみたいな。一回終わったらもういないみたいな。そこら辺にコロコロしてる。だいたい、前覚えてる？あのこれ、お前アホなことばっかりやってる。こうやって海は広いなとか、オーケストラバージョンとみんなディナーとか覚えてるだね。海は前やってた。はい、ね、七つの子、レイナでクラリネットを入れてもらいます。七つの子で、七つの子で、ふるさとだよ。でふるさとは全員で、お、全員で楽器できる人がやる。まあふるさと確かに、まあ最後みんな絶対泣くやつだもんな。そうだから七つの子の、あの2番目と3番目の間にクラリネットを入れて。おー、これお前がなんかオリジナリティな企画だね。うん、分かった。えなえな。で、なるほど。でクラリネットをやり終わってから3番歌ってもらう。オッケー。これさ、全部言って、全部。で、花がまたリナ。お、花？花って何？あ、春の花の隅田。これ音楽の授業でやった。で、森の熊さんを上条先輩と花香ちゃんで。次か。ストーカー風にやってもらいます。この間の採用で。あれだ。どうだよね。後からところが熊さんが後からついてる。ストーカー。愛の手が入るんですよね。そうそう、これ演劇バージョン。じゃあ愛の手をどうしよう、みんな。それちょっとおじさんも考えるよ。構成をお前が考えてくれたら、一緒に今度稽古現場で5個の分それやろうよ。で、うん、虫の声を愛のちゃんで。虫だ。それあいつも入れてくれよ。ジロジン、ソワ。ああ。ジンジロジン。で、その部分をみんなで言ってもらう。くてくてくて。チンチロの部分。チンチロの部分。はい、で、あとなんだ。まあだから、まず大体の構成は、第一個としては十分だよ。ふるさとで、この2番と3番の間に楽器ができる人入れて、じゃあ学校で言わなきゃいけないな。あ、もしふるさとやってるじゃんね、学校で。ほのかちゃんは基礎練でやってる。そう、借りてくるのがめんどくさいからギターで。お、でも先生の申し込みとか言うよ、ちゃんと。でも、だって1番のところ、トランペット吹けないもん。1番のところに手話があるんですよ。おで、それをやりたいなって。手話、いいと思う。すごくいいアイデアだと思う。で、あのね、おばあちゃんたちも何曲かね、できるやつがある。だからこれね、太陽にできたよね。そうな、これさ、清水さんとボスで一回打ち合わせ行ったらいいと思う。こんな感じで考えてるんだけども、一緒にできるものって、それちょっと書いときな。打ち合わせ行っておいで。じゃあ相手のな、あの職員の人と、おばあちゃんの喜ぶと思うよ。で、あとはボスとこのお兄ちゃんとこも行けたらいいのにな、一緒にな。それもちょっとまた検討しような。オーケーで、じゃあで、ほのか、しずく、後藤さん来て。あ、後藤だけだって。こんばんは。後藤さんがね、さっき社会がどうだったってすごい気にしてたから、明日フェイスブックでテストの点は明日送るけど、まあでもこの間よりかはみんな伸びたよってことは報告した。あと金馬さん、そうなんじゃない、あ、金馬さんも来ました。でも前回にだいぶ上がったよ。お父さんね、体調壊して今ちょっと倒れてる。そうなんですか、マジで。え、倒れてる。ずっとね、毎週ね、結婚式ラッシュで、まあ、東京とか京都、関西とか毎週今結婚式に呼ばれてて、で、今日は大学のなんか同窓会があったのに、もうダメで休んでる。多分疲れが出ちゃったんですね。そうそう、真面目なやつだからさ、ね、また暑く。じゃあまずはあれいきます。それとは別に、それぞれここにいるメンバーはオリジナルの、オリジナルというかな、私世界観を、老人ホームは民謡とか演歌ばっかりじゃねえぜっていう、ねえ、KC らしく、
っていうことで今日はボスの初めてのほのかそこで雫の歌詞。あ、じゃあ私パス。ある。そっちで見て。じゃあ行くぜ。じゃあみんなで盛り上がろう。これはこれかっちょいいよ。とってもかっちょいいと思った。ちょっと待ってねボス。スタジオもちょっと覚えてこれ。かっこいい。英語ない。じゃあどんどん行くね今日。行くぞボス。みんなで盛り上がっちゃってな。はい。カボ入れてたんだけど、うん、原曲で今日やったできた。すごいよ、すごいね、綺麗な声が聞こえてくるの後ろから。綺麗じゃない。一緒に見てもいい？いいよ。じゃあいいですか？はい、愛でストーリーです。前も一緒に。前大丈夫？ができるのだろう。言葉
声がガサガサしてる気がする。何？翔太かまた。イエーイ。元気な声が聞こえてきますね。じゃあお帰りをそのまま行きます。これはだよね。その時に歌う曲じゃないよね。いや歌います。あ本当、ね、あの路上でも歌うの。お年寄りさん相手喜ぶと思います。そうだよ、ヤシが歌います。あのただの童謡唱歌だけじゃなくてこういうセンスも見せる。年寄りになんか年寄りっぽい歌じゃなくて全然大丈夫、若い子たちの歌。いくよ、前してるおかえり。うん、うん、いきます。ワン、この音です。ワン、ツー、スリー、フォー。おかえり。Thank you.
じゃあほのかのスターズを、あ、59分です、巻きましょう。じゃあプレシャスバンドです。はい、これほのかのどれ、北スターズ上、ボスちゃんどう、微妙、はい、私今日ハモってみようかな。おお、主戦誰がやる、主戦をやってくれ、今日サーチョミです。あ、あっちだってボスいるからいいかなと思った。主戦歌う、いやー、あー、歌詞がある、あ、ちょっとやらない、歌詞がある、今日は頑張れ、せっかく前いるからちゃんとしたら聞かそう。はい、で、私、できるとこだけやるやるやん。じゃあ、サーちゃんがコーラスのところ来た、行きます、でもね、あと2曲で終わり、行きます。ワン、いろんな色が行くね、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃあ、だきおそば、もっともっと
いつも心配してくれて。
りましたね。出るかな出るかな。プレシャスワン歌詞で出るかな。待ってね。あ、出るサイトあるよ。さあ、これここに出てます。はい、ごめんね。はい、ちょっとだけ伝えてください。今、はい、エンディング、ちょっとさっきめっちゃ面白かったんですけど、あのリナの歌ってる最中にお帰りの歌詞を調べようとしておかれって入れちゃったんですよ。そしたら予備検索みたいなところにおかれもって出てきたおかれもおかれもって何。おかれもってあのめっちゃイケの、あの、岡村が、ナイナイの岡村が、レモンのかぶり物。イケグミだよね。そうなの？それが出てきて、だいぶ笑った。私、ほのかちゃんの歌詞が一気に落ちた時に笑っちゃった。ドロドロドロ、おかレモン、爆笑。いやー、すごい。カトゥーン、プレシャスワンだって。で、曲があるんだ。あれじゃない、あの、ローマ字ってか、英語で出てばいいんじゃない。うん。で、はい、今日部活どうでしたか？あ、部活今日すごい県大会のビデオ見まして、うん、その後に県大会、ね、すごかった。みんな釘付けだって、30分ぐらいこうやってずっと見てましたね。すごかったでしょ、目そらせなかったマジか。え、あのさ、どう、あの金冠さんもうすぐあの先生来ちゃうじゃん、どう。うん、あのめっちゃいいんだけどね。え、てか明日だで。うん、明日もう先生来るんだよ。 OK、 やばい。そう、なんか2日に分けたった。はい、テスト発表があるんで、お、終わりにします。てか、終わりの方に総出さん来ました。こんばんは。遅いぞ、総出さん。いや、でも後藤ちゃんとこもいっぱい来てくれてね。よかった、ありがとうございました。すごいの。わあ、すごい。141。あの落ちてるの、多分私が歌ったところだろうね。大丈夫だろう。違う、そこ違うよ。はい、もうボス歌ったとことか特に過ぎた。マジで、うん、早っ。だいぶ特に過ぎた。歌い終わって多分下がった。いやいやいや、よし、じゃあ終わりにしましょう。はい、公開番組だって。あ、本当だ、タイトル公開番組だって。どこ。ああ、どこ。下、みんなの下のとこ。本当だ、子供地球サミット2023。花のところ。あ、本当だ。伊藤さん、なんでいつも公開にするの？公開だ。ちょっと今春だと。てか、なんで13なの？金馬さん、ありがとう。だからもう来年のを宣伝するってこと。早い。副部長なの、リナ。そうです。おお、副部長リナって。はい。部長誰だと思いますか？部長誰だと思いますか？なんと。なんとですね、安住だけあの宿題が出たんですよ。この日までに楽譜の色塗りをして台紙に貼ってこいよっていう色塗りが出て、でその前の日に明日パートリーダーが確認するからちゃんとやってこいよって予告されたのに、もかかわらず安住一人だけやってこなかった。おい部長しっかりしてよ。歴代の部長が相性部長すごい司会してたね。パーカスのミー先輩。ミー先輩でもあず最後の話がね、イケメン感動だよね。この話が泣いちゃうよね。離婚したの。うん、違う、なんか紙にね、選挙そう。だから安住に人がさ、あれだよね、あの次の生徒会長高校のさ、副生徒会長。そう、安住なんと、あと2年って今3年生になるにつれて、あの生徒会の引き継ぎがあるんですよね。それで本部の役員の各クラスの候補を決めるんですけど、その女子副会長候補が安住なんですよ。副会長じゃなくてもそのまま行ったらいいじゃん。では会長って男の子しかなれないんだよ。なれるよ。あ、なれる。男女共同団とかの予選でやってたんだよ。はい、男女雇用均等法。雇用じゃないけど均等だよな。いや、中学生だからじゃないけど、そういう時代だよな。男女生徒会均等法。あ、でももう決まっちゃったから。で、ほのかはその開票とかをやるから、先に誰がなったか分かるんだ。あ、私も開票やるよ。あ、そう。戦艦イエーイ、なったよね。ね。神じゃん。じゃあ、ここでバイバイを。
はい、リバーブが上がってるよって。あ、ごめん、わあ、すみません、素敵なボイスがちょっと響いちゃってね。はい、ボスも言うだって、響いちゃう。いいっすか。はい、じゃあ副部長リナって書いてる。ちゃんとだ、頑張ります。はい、え、戦艦ってさ、お、前やがいい。はい、え、戦艦ってさ、あの、はい、確実にさ、何かしない限りさ、生徒会のどっかの役に入れられるんだぜ。はい、OK、 終わろう。終わりにしましょう。はい、はい、次の番組は、あ、次の番組は月曜日に、あ、ね、3時から3時からギターレッスン、レッスン。その日はね、トリニティさんが出張でいないんで、ハエちゃんの誕生日パーティーを質素にまずはやって、いいなぁ、いいなぁ、はい、まあね、はい、はい、しょうがないよね、いないもん。そうだね、来週もぜひ見てください。はい、見てください。ボスはこれで終わりだからね、バイバイってね。はい、じゃあどうする、バイバイする、このこの、あ、リナホの、僕も自分でいいじゃん、リナマヤ、リナホのマヤ、どうすこーい、はい、どうすこーい、あ、いいね、リナマヤもどうすこーい、リナリナマヤホのマヤマヤどうすこーい、バイバイ、バイビー、バイビー、バイ、どうすこーい、どうすこーい、みんなね、バイビーマヤね、全部のコール入れとけよ、バイビー、だからマヤって入ってるじゃん、はい、どうすこーい、マヤいらないよ、マヤねー、ほのマヤ、あ、そうそう、バヤねー、ほのさいなら、バイビー、バヤねーって何、みなほのマヤねー、ほのさいならからのどうすこーい、バイビーで、バイビーや、うん、お前らまとめ、はい、ボスコイ、ミナホのマヤ、あ、ボスコイ、ボスコイ、おぉ、ナイス、ロイデア、ミナホのマヤネホのサイナラからのボスコイ、バイビー、オッケー、ちゃんとやってね。覚えられない、せーの、ミナホのマヤネホのサイナラからのボスコイ、バイビー。宝